まあねみんなにねプロの意地っていうのを見せてあげたと思うんですけど全然俺はねあの配信業トップ目指してて今やっぱ1億円ぐらい欲しいと思ってるんでやっぱ本当にアイテムをこうくれるみんなのおかげで俺は今成り立ってるっていうのが、まあ、俺のライフスタイルっていうかだからあの本当にねいつもね何時間でも本当にやりたいだけやるっていうか。 配信しか表現できない男なんで、俺は全然ね、リオバがありがとう。全然、あの、やりきるっていうかね、俺はいつまでも走り続けられるし、永遠に配信できるっていうか、うん。うん。初見さんありがとう、バカありがとう。やるよ、分かったでしょ。 生半かな気持ちで配信やってねえっていうのがやべえやついるっていうのが伝わったはずなんだよね。お疲れ。バガープレゼントありがとう、リオ。バガープレゼントありがとう。リオバーガープレゼントありがとう。リオバーガー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 ありがとう。見たことないもの見せたかった。リオバーガーありがとう。 リオバーがありがとう。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 っていうのがプロフェッショナル。リオバーがありがとう。それができリオバーがありがとう。 リオバーーありがとう。これができないとリオバーーありがとう。プロっていうのはなだぜ。リオバーーありがとう。わかるリオバーーありがとう。これが、リオバーがありがとう。リオバーーありがとう。リオバーーありがとう。これがプロだから。リオバーーありがとう。わかるリオバーーありがとう。傘配信者とかっていうのはリオバーーありがとう。これができないんだよ。わかる根性がないの。一個一個のアイテムに関してできないんだよ、みんな。わかる いや、まだやってるのって、俺は別に普通通りに配信やってるだけだから、全部のアイテムに感謝してきたよね、今まで。リオバーガーありがとう。リオバーガーありがとう。リオバーガーありがとう。いや、な、やれよとかじゃなくて、俺は別に普段、リオバーガーありがとう。リオバーガーありがとう。リオバーガーありがとう。俺は、リオバーガーありがとう。リオハートずっ、リオバーガー10個ありがとう。俺は普段通りに別に今まで、 アイテム一個一個に対してあ感謝の気持ちを述べてきたし別に普段リオバーが20個ありがとうただそれだけだから、うん、あリオバーが20個ありがとう、うん、でしょ何一つ何にも変わっちゃいねえつうかさ俺は別にリオバーが14個ありがとう何にも変わっちゃいねえつうか、ん、今まで風船一個から全部やってきたじゃんねそれを証明したっていうか だから、その、根性が違う配信にかける仕方されましたが、してないです。あの、風船投げたんでしょちゃんとルール見てたらわかるけど、バーガーが優先されてんのよ。ずっと流れちゃうんだから。それは見る被害妄想だよ。だって、あの状況で、ずっとコメント欄読めると思う。自分のコメントは、自分のコメントっていうのはずっと上位に表示されるの。とんでもないスピードで流れてたから、ハーツ、 ハーツってこうやって今ここに表示されてるやつで見てた。それでこっちで見てたら俺が見てるコメント欄の流れがわかるはずの。自分のコメントって長く表示されるのね。だけど配信者は追えないの。配信者はこっちの方のコメント欄が俺が見てる方だから。だからミュールは風船投げたんでしょ。俺、あれだよ上位アイテム投げてる時に仕方なんかしてないよ。ミュール絶対そうでしょ。 こっちのコメント欄だったら死活されてる、ないはずなの。ずーっと流れ続けてたから。なんでかっていうと、バーガー、みんなバーガーバーガーってやってて、バーガーはここで表示されるのね。だけど、こっち側のやつっていうのはもう、あの、みんなが風船投げすぎてて見えないの。だから死活されてないよ。うん。それは被害妄想。うん。そう。アイテムが凄す,すぎてラグってて、俺が見えてないだけ。で、上位アイテムからやるから、だから花見投げてくれってお願いしたの。 俺はそんななことしない、うん、むしろコメントをあのアイテム投げてる人を優先するのが普通だと思うけど俺は、うん、でしょあんな楽初めて見たでしょだから初めて見た現象だから自分のコメントっていうのは上位に表示されるの そう自分のコメントは絶対上位に表示されるの。そう。だから、あれ、なんで私のコメント死活されてるんだろうって。だから、こんだけアイテム流れて、コメントが流れてる配信見たことがないから死活されたっていう風にき言ってるだけなの。そういう仕様なのね。うん、そう。だから、謝ってください、ミュールは。うん。うん。すげえな、みんな。うん。 そう。俺は絶対に全部読んでたから、うん。全部読んでた。絶対に読んでた。自信がある。俺は読み続けるし。やりたいようにやる。ただ、アイテムをくれた人には感謝するよ、うん。それをね、被害妄想でね、死活されたっていうのはね、ちょっとやだよ。うん、目で追うのは無理だと思うね。ドッグファイトありがとう。うん。 全部読んでたよ。うん。飛ぶっていうかね、最後は秒数の方で追ってた。要は連続しちゃってたから、ここの秒数が切り替わってた。要はね、コメント打つのが早すぎたんだよ。だからそのバグもあったの。だからみんなは全部追えるけど、俺はもう一番上しか追えてなかったの。うん。一番最後に花火投げたけど反映されてたかな。多分されてないと思う。要はね、アイテムが多すぎて、 いやみんな同時にタイミングで投げちゃったから、だから早めに打たないといけないんだよね。うん。早めに。でもね、あの、アイテムを投げるって本来こういう意味なんだよ。俺金払ってコメントを打ってるんだから読み上げてくれなって意味なんだよね。でしょ俺はそういう意味だと思ってるよ。ワード、どうしても読んでほしいコメントがあるから頼むぜって。これは大事なメッセージなんだぜって。金かけてるんだぜって。 だけど、1円の金をかけてる人と、10円の金を投げてる人だったら、10円を優先して読むべきだと思う本来は、そういう意味も含まれてると思うよ、ね、俺。だから、花火がコメントをずっと上位に表示されるんだからさ。だから、俺はそうだと思ってるよ。あの、ふわっちの設計者の意図からすると、上位にずっと10秒ぐらいな、10秒もいかないか五5秒ぐらいずっと花火が表示されるのね、ここに。そう。優先されて、ここに表示されるの。 だから花火のエ,エフェクトが終わった瞬間下にガクッと落ちるのはそこなのね花火が上がってる瞬間全員そうじゃないどういうこと全員そうじゃないってちょっと言ってる意味がわかんないんだけどでもでも実際そういう機能だったの。だって俺がコメント読もうとしたらさ風船とかさハートとかバーガーとか上位アイテムから読むしかないように仕様になってたじゃんどんどん下に流されちゃう普通のコメントは読めるわけないじゃん で、アイテム、課金してる人を優先的にあのするのが普通だと思うよ、俺は。うん。投げての気持ちもあるんだろう。どういうことだから、な、投げてるコメントを優先的に高い人のやつを読むしかないわけよ。うん。でしょだって俺、不正な行為なんかしてないよ。YouTube 見てごらん。動画に上がるから。よくむしろこれ、さばいたなって言うよ。 3時間やりきったんだぜ。それでグダ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 ハーツみたいにおアイテム1個も投げないで文句言われたも溜まったもんじゃんよ。うん。いや、面白かったってめちゃめちゃきつかったよ、俺本当本当に倒れる。本当に倒れるかと思ったもん。うん。っていうか、ミュールさっきの件に返してなんでコメント返さないのお前やってること違いすぎるだろ、ミュール。うん。おめえ、しかとしただろつってさ、俺ちゃんと説明したのにさ、なんで反論がないの おはようじゃねえよ。噛みついてきてさ、それ違くねえかミュル。おはようじゃねえよ。うん。受け手の話ってどういうことうん。それってさ、あの、好きな配信者を貶める行為じゃん。あんだけパーフェクトにやりきってさ、私のコメント読んでないんだけどって普通にアホすぎるだろ。悟りの境地を見た。ありがとう。悟りの境地っていうか、マジでこれ普通に毎回やってるからねやヤバゾバ、風船ありがとう。 ただ量が多かっただけでしょ。うん。俺は普通に別に毎回やってるつもりだけどね。うん。何も変わっちゃいないでしょ。うん。いや、みんなで作り上げたっていうか、みんなで追い込んでたよね。<laughs> うん。うん。いやー、すげえな。本当に倒れるかと思ったもんね。 名前を呼ぶたびに頭がズキズキするってすごくないうん。解放、ハートありがとう。マジで、最初の30分ぐらいから、あのー、名前を呼ぶたびに頭がズキンズキンするの。響くの。呼吸ができなくて。すし顔聞こえたの。<laughs> あの中で。僕らは一についてって。うん なんか知んないけど、枠終わった瞬間からなんか、すげえ感謝のメールめっちゃ来たもんね。なんか、すげえ感動したとか、楽しかったとか、うん、奇跡だったとか、なんかすげえいっぱい来た。うん、風船何個行ったんだろう。うん、夢に出てくるの俺でしょ。多分今日うなされるぜ、マジで俺。でも多分、あの、これをやりきった配信者は多分いないだろうね、ふわっち上。長い名前ほんときついね。 もう1個ブロック入れたもんね、俺。5000超えてたんだ。うん、俺、途中で思ったもん。あ、風船ってシカしないといけないのかなって思ったもん。<laughs> 冷静にその時間計算と給料計算したときに、あれって風船コメントってシカしないといけないのかなって。本当に潰せるもん。配信。うん。 ちょっと風船、風船、マジでビビったね、あれは。ねまあ別にいつでもあんな流れになったら俺は対応するけどね、うん。うん、アンチはだから簡単だよね。1000円ぐらい買って、1000円ぐらい風船買って、<laughs> 10人ぐらいでタック組めば余裕で配信者潰せるからね。<laughs> 4時間。 5000個の風船で4時間の放送を潰せるっていうのを証明したでしょ。うん。やばいよね。流れで始まるっつうか、俺は別にだからいつでもやってるつもりだと。たまたまそうなっただけで。俺は毎日毎日、いつも通りの配信をやってたつもりだけど。もう、風船はあれ潰せるな。なんか、うなが言ってた意味がわかった。うな、1個の風船で配信潰せんだよって言ってた風船1個の人ってブロック入れんの、うな。 その意味がようやくわかった。俺、ついにうなちゃんマンが言ってた境地にたどり着いたんだよ。風船1個連投はブロック入れんの。うなって。うん。舐めんなよっ、つって。お前、俺の放送潰す気だろ、っつって、うん。風船は読まんとってさ、だってさ、風船5000個っていくらか知らないでしょ。風船5000個って1000円だよ。えー、ゃう、1500円ぐらいの俺に入ってくる収入。 4時間で1500円で配信潰れるよ。<laughs> マジ俺はブロック入れないけど。3万やるよ、うん。俺見てるもん。お前風船1個でグダグダ言うんじゃねえよ。ブロックですって。潰す気かよ、俺のこと。って。風船1個なんか困ってねえよ。つって入れてんの見たことあるもん。でも俺は風船はブロック入れないけどね。やべえ、マジで。3時間かよ。 しかもさ、配信、1001回目の配信でやったっていうのがちょっと良かったね。記念に残ったね。<laughs> うん、<laughs> まあね、それはわかる。そうだよ。あの、みんなね、あの、花火のイメージが。 えー、あつしさんバーガープレゼントありがとう。うん、わどつ。ありがとう。わかってるよ。うん、愛情がこもった風船のよくわかってるから。おごった方はお疲れ。うん、1001回目で奇跡が起こったんだよね。あ、フォローありがとう。りおさん。うん。うん。楽しかったな。なんか、これで台本とか言われたら、お前らも切れるでしょ。 和道の放送に台本なんかねえよって叫びたくなったでしょ。ついに。<laughs> 今までは台本だろこれとか言ってて、誰かと手組んだんだろうっていうのが一切ないことが分かったでしょ。証明されたでしょ。ミリカさん、フォローありがとう。そう。俺は台本嫌いなの。今からまた始まってほしい。始まってほしいじゃないよ。始めるかどうかなんだよ。誰かが。そう。始まってほしいとか願っても意味ねえんだよ。そう。 あれがムーブメントってやつはマジで。裸の男とリーダーシップっていう YouTube の動画見るとわかるけど、誰かが始めるんだよ。で、誰かに乗っかるんだよ。うん。つっちいらっしゃい。そう。あんな台本なんかないんだよ。俺には台本いらないんだよ。うん。そう。フォロワーを大事にしてれば、腹筋痛すぎてやばかったっつ。ていうかね、俺ね、もっとすごいなって思う。俺も辛かったよ。対複数だから。 もう意地だよ。本当に頭痛くて、本当に俺救急車で倒れるなって本当に思ったの。花火投げてってお願いした時、あれ、意識朦朧としてブラックアウト仕掛けてたんだよ。これマジだよ。本当にいいコメント見えてないの。もうサムネの色とかで大体覚えてたじゃん。あ、誰だろうなと思って勘で言ってんの。で、やばいやばいやばいと思って真っ暗になりかけてて、風船、あの、花火ちょうだ花火ちょうだって本気で言ってたんだよ。マジでずーっと頭痛くて。 で、マジで、スい息釣った瞬間に、マジでほわ、ふわーって、息が。マジだからこれ。本当にやばかったよ、俺。マジで死ぬかと思った。うん。あ、これ、多分今日死ぬなってっ、もう思ったもん。腹くくったもんね、さすがに。あ、いいわと思ってもう。あ、もう行くわと思って。配信で死んだらかっけーわーと思って。だってさ、リスナーさんの中で5分でも試した人いる今のやつ。ワトと一緒に言ってみろよって言ったじゃん。5分試した人いないでしょ、人にも。 やってごらん ?YouTube の動画とか、タイムシフトでいいから、一緒に同じスピードで唱えてごらん。マジで5分、あ、30分目ぐらいから意識が遠くなってくるから。<laughs> 3時間ノンストップで名前呼び続けたんだよ。で、まず5000個の風船ってことは5000回名前呼んでるんだよ。5000回名前呼び続けられる <laughs> やばいよ。しかも、どれがどれだかわかんなくなってくるから、だんだんコツを覚えてくの。今、2個2個で覚えたから、 要は、あの、のん、のんできてるから、これがずれたとかもうあ、計算しながらやってんだよ。本当に。将棋みたいだったよ。だから目離せなかった。そう。やばかったよ、本当に。いや、便所全然いいよ、りおちゃん。全然いいよ。だからプロっていうか、俺は本気でそう思ってるけど。うん。風船対決とかじゃないからね。誰とも戦ってねえから、うん。いや、指、そうだよね。みんなも指やばいよね。だって、ゴッド高田なんか、 とかねみんなさ、途中参加はあれかもしんないけど、ノ <laughs> ンとかどうなってんのって思ったもん。指やばいでしょ、うん。解放とか途中の後半1時間参加じゃん。やばいよね。うん。あのね、だけど俺、英語の発音がゴッとかガッってなるの分かったもん、意味が。<laughs> 意味が分かった略すっていう意味が。自然とゴッド・タカダって言っちゃダメだよ。ガッ、アイ・ガッってなるもん。だからネイティブの発音に自然となるんだよ。そう思わないいや、俺ね、ゴッド、ゴッドってちゃんと言ってんの。ちゃんと見てみ、動画。本当に言ってんの、小さく。だけど、ガッタカダ、ガッタカダ、ガッタカダって、ガッタって、ちゃんと下動いてんだよ。そう。でも、みんなの耳が慣れてないだけなの。うん。 そう。ガッタからガッタからって。言ってんだよ、ゴッドって。ゴッタから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 ガッタからガッタカダガッタっなってくる。<laughs> 面白い。英語ってやっぱうまくできてるなと思って。うん、びっくりするよね。富雄お疲れ。富雄まだ生きてた。<laughs> っていうか、あやもおやすみって言ってから寝なかったからね、結局。 <laughs> こんなさ、何の生産性もなくてさ、なん、何でもない枠をさ、おやすみって言って、仕事があるからロムるねっつって、こいつ全然ロムってないわーとかも面白かったんだよ。いつロムるんだっつって、2時間ぐらいずっとコメント打ってんじゃねえかよと思って。そう。んか仕事がどうのこうのだからロムるねとかいろいろ言ってたんだけど。いや、盛り上がったっつがうか奇跡だよね、本当に。俺奇跡だと思ったもん本当もう悪ノリ。うん。 あ面白かった。うん、ああ、そうだ。俺、あれだ。あの、あれだ。お金払わないといけないんだ。忘れてた。家賃の、こんなことやっててさ、バタンって寝たらさ、また家賃払わないよね。ああ。うん。いやー、すごかった。 どれさんと会ってる時するすいや別に配信回ってる時はするとかじゃなくて何んつうんだろうなんかみんな誤解してるけど企画かなんかと俺普段アイテムもらったらやってるでしょ風船1個でもありがとうって言ってないただ単に風船1個でもありがとう花火ありがとうって毎回全部言ってきたはずなのうん いや、やってきたよね、今まで。昔のリスナーさん、昔から見てる人だったら、全部のアイテムに対してありがとうって言ってきた記憶があるんだけど、言ってるよね。だから今まで通りやってたらアイテムが多かっただけっていうだけなんだけど、俺の中で。うん。また取り立てくるよ。5000発買ったの一 <laughs> 人で潰せんじゃん。富雄さんが4時間連打する勇気があるの。な、自動連打装置とか買わないとダメだ。富雄さんが。 あと、水飲むのもこんなんだと思、ね、うね、ん。水と呼吸、命だったからね。うん、これ飲んでたからね、ちゃんと、うん。途中で覚えたもんね、こう、パッと、うん。やばくないこれ、うん。かっこいいよね。プロの水分補給だよね。うん、この角度、一回の角度でどれくらい水が入ってくるかとかわかんない。 やばいよほんとプロフェッショナルぞ <laughs> 意地を見せたよね意地をでもねこれねマジで言うけど寿命が足りなくなるぜほんとこれね多分ね毎日続けたら多分1週間で死ぬ自信がある 毎日やるる自信があるでもね、実はね、すっごい細かいことかもしんないけど、あの、気をつけてることがあって、俺昔さ、あのー、昔さ、なんだっけ、何の話だっけ、よくトイレに勝手に行ってたりとか、ジュース買いに行ってたじゃん。俺だけど、最近極端に減らしてんの。なんでかっていうと、それで閲覧2、30人減るから。はい、ワトツ。 うん、だから実は飲み物3本買ってトイレにも行ってもうほんとやりたくて枠開いたからトイレ行っちゃってたのでも,もう全部ワクワクを抑えて起きたらシャワー浴びて全部スッきリしてペットボトル2本3本並べてトイレも行ってなるべく席を離れないようにやってんのよだから相当その細かいところなんだけど閲覧1個減ることに対してとか そう、すごい。最近、どれ、いつからかな多分、捨て頃の後ぐらいから、トイレ行く回数とかすげえ減ってるはずうん。安楽に置きプレゼンしようがいいよ。そこまでしねえわ。うん。ワドウ、偉くなった偉くはなってないよ。偉そうになっただけでしょ。いっちゃん。うん。閲覧20くらい大丈夫だろ。また増やせばいい。と思うじゃん。と思うじゃん。でも、 こっから先本当のトッププロになってくると、この20の大事さ、風船の1個大事さって、本当に命取りになると思ってんだよ。本当に、うん。本当に俺は命取りになると思ってんの。風船1個が、実は、だってさ、年収1億で風船1個足りないだけで達成できなかった俺100万いける可能性があるのに、1円足りなくて99万9900、嫌じゃない 悔しくて泣くぞ、多分。あと1分放送してたるのか。あとリスワン1回分撮ってたるのか。うーん。俺はそう思うよ。そこにこだわって、1個の風船1個は、コメント1個、閲覧1個にこだわって、やってるけどね。マジで。俺はそういうもんだと思ってるけど。てか今日より目ひどいな。 いやいや、これは別に俺のこだわりなんだよね。うん、別にこだわってない人とか、ナーさんからしたらまあ関係ないかもしれないけど。うん、まあまあ、ナーさんからしたら関係ないよな、ね。つまんなかったら見ないっていうだけだもんね。寄、うんうん、り目は俺、疲れてると寄り目がひどくなってくの。これ結構有名。うん、目が寄ってるときは、 あの、眠いとか脳が疲れてるとどんどん寄ってくるから、今日ひどいよ、寄り目って。そう。昔からよく言われてて、そろそろ寝なっていうのは、みんな寄り目の寄ってる率で判断すんの。うん。今日すごい寄ってるはずなの、多、う、分、ん。メガネ似合ってる。ありがとう。そう、どんどん寄ってくるんだよ。うん。そうなんだよ。<laughs> 結構有名な話だよ。うん。 かわいい。うん。女の子だったらね、打ち差しすごいかわいいんだけど。男の打ち差しはまぬけだよな。すごい嫌だ。うん。すごいよね。三時間枠やってもまだ喋れるもんな。俺ね、自分で頭おかしいなってやっぱ思うよね。三時間枠やって <laughs>、三時間枠やって、あのー、 まだ喋ってるよ。うん。すげえよな。まあ、だけど、あれだな。ハートありがとう、いちゃん。おはよう。その一つ一つのこだわり。なんかね、だから、そういうもんだと思うんだよ。なんか、その、それって効率いいのって言ったら悪いじゃん。<laughs> あの枠、一生続けられるのって言ったら続けないんだよ。でも、 やればできるんだよっていうのを見せておかないとダメなんだよねやっぱりあのリスナーさんには見せると伝わるの一瞬でアンチが囲いになる瞬間ってあるの <laughs> こいつアホだなっていう瞬間ってある、うんお前ブロックな、うん、次お前グダグダ言ったらブロックな、うん、いや面白いのはすごい嬉しいけど、うん だからねあれなんだよ自分の中のコンプレックスであるのはあの正直言うとねあの俺を料理できる配信者って一人もいなかったんだよね正直言うと俺をいじくり倒せる配信者って今まで一人もいなかったの扱いきれないのみどりさんとかまあエミさんが若干若干そのやっぱみどりさんでも手こずったぐらいなんだよコンドームかぶせてやっと扱えるぐらいなんだよ だからね、どれさんの相当スキルあると思わない。あのね、どれの深夜食堂の、あの、スキルって相当あると思った方がいいよ。まあ、逆に言ったら俺も相当スキルあるんだけど、誰も扱いきれなかったんだよ。俺のボケについても、いや、これ、笑ってるけどマジの話だよ。俺のボケを理解できる配信者がいなかったの。うん。要はね、俺のボケがもう斬新すぎて誰もついてこれなかったんだよ。でもね、どれさんようやく理解したんだよ。 うん、そう。潰そう、潰そうとしてきたでしょ、今まで。うん。そう。だからね、あ、ドレさんすげえなーと思ったよ。あの、俺を料理するんだと思って。うん。セクシーさんありがとう。うん。ねえ、その、ボケのランクを落としたくなかったのよ、俺は正直。自分のスタイル、だ、いつか伝わると思って、いつかすげえやつが拾うと思って、もう徹底的にやってきたもん。うん。いつか誰か、 わかるやつが来るって。どれさんはね、そう、俺の話を理解してるし、俺の話の穴を理解してるの。なんでリスナーさんとか他の配信者が俺に突っ込めないかっていうと、あの、俺の話の内容の根本のボケを理解してないから。要は、俺の話自体を理解できてないの。だから、俺のリスナーさんの属性で囲い系の人って、話が理解できないから、勉強になるっていう感じでついてきてくれてるの。でしょ 要は人が良いけどなんかこの人すごそうって感じで。全員そうなの。だから属性的にはいい人。だから宗教っぽいって言われちゃうのそこなの。だけど、ドレさんは教養があるから俺の話丸理解できるの。突っ込みが的確なの。だから今まで俺のボケが理解できなかったり、俺の言ってる内容が理解できなかった時に、言ってる意味わかるそう俺の話を ついてきてる上で突っ込みまでできるってことは要は矛盾してるところをつけてるんだよそう。初めてなんだよ。今まで配信4年やっててそう。誰も自分のことを理解してなかったんだよね。ああうん、俺すごいと思うよ。どれの深夜食堂は、うん。だからその教養とキャリアと全部生きてて。うん あのね、うなちゃんマンの凄さってそこじゃないんだよ。うなちゃんマンの凄さ千原ジュニアだって思ってて。千原ジュニアの話って別にね、あの構成もうまいんだけど、話の組み立て。言い方がめちゃめちゃうまいの。的と。よいしょと。これってすごく難しいの。千原ジュニアって普通の話を面白くする天才なの。で、構成力もそこそこあるんだよ。だけど、言い方と間で、とんでもなく面白く変えちゃうの。 いや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 ーっていうだけで先輩の話を面白くしちゃうのよ。マジっすかマジっすかで、面白くしちゃうのこん。異常な才能なんだよ。で、うなちゃんマンはどちらかっていうと、この能力なの。いやよなあだろうおい。これってすごいんだよ。 筑前煮に,に里芋が入ってるか入ってないかを面白くするのってこれなんだよ。そう。極楽の加藤はね、どうなんだろう。極楽の加藤、スタイルだいぶ変わってるからね。うん。いや、まじでそう、そうだと思ってるよ。要は、千原ジュニアとかと、もちろん話の構成はうまいんだけど、それよりも抑揚と的。うん。いろんなね、その音、音的な楽しさっていうか、 だから佐野智則はすごいよ。俺、それがやらないから。淡々と淡々と、あの、内容でボケるから。うん。<laughs> 生していたけど剣道小林はどうなんだろう。あれは愛嬌キャラだと思ってるよ。別に面白いこと言ってないんだよね。滑り芸に近いんだけど、あの、キャラクターとかを磨いてるから、あの、可愛いってなるんだよ、女の人が。うん。だから、別に高度な、 笑いの技術は使ってなくて、そうじゃなくて、容詞とか、自分がこれを言ったら許されるだろうなみたいなのを磨いたタイプだよね。だ荒野の完成形みたいなのも剣道小林だと思ってる。うん。そうそうそう、一言だけで40分でも20分でも喋れるっていうのは内容がいらないの。音的な楽しさの、容詞と。まあ、ほら、容詞の、その、ズバ抜けてるっていうのは見たらわかるな。うん。 だからそこだけじゃなくて、キャラクターを生かしきって、さらにその抑揚をつけていく環境のうまさっていうか、あと煽りだよね。か芸風が完璧に出来上がってんのが佐野智則って男だと思ってる。で、お俺はこれを真似した時期があったんだけど、通用しないと思ったの。要は嘘臭いって言われちゃったんだよね。キャラクター的に。うん。うん。あ、わかんないな。うん。バカ、ご子ありがとう。 俺はね、実はね、本当に芸人さんですげえと思ってんの、島田紳介なのね。うん。あの、あの松本人志のボケを潰す人なの。めちゃめちゃすごいことなんだよ、それ。あのね、島田紳介しかできないことっていっぱいあって、島田紳介が喋ると、なんか、うさんくさくなる、上級に。あれ、すごいよ。でも、なんか、面白いってなるじゃん。<laughs> 俺は島田紳、介、板尾はもう天才。あれはもうどうしようもない。あれ、横山緑だよ。 板尾一二って横山緑でしょ。完璧に。そう。要は、もう圧倒的キャラ力で押し通すっていう。うん、もうあ、あれは本当の天才タイプだから、横山緑ってそういうタイプだと思う。緑さんはコメント力がすげえとか、ボケがすげえとかじゃないんだよ、もう。もう持ってる人なの。横山緑と同タイプ、板尾一二,二。俺は、あの、品川昌司の品川ってよく言われる。 うんちくがうざいとか。うん。うか映画撮りたいとか、丸かぶりだろ、お前って。実力はあるんだけど、先輩に嫌われて評価されないとか。うん。冠番組持てないとかさ。俺はよく言われるのは品川。でも本当にすげえなと思うのは、あの、島晋介さんとか、みたいな芸風。要はいじって面白い。あの、独特の世界観があるとか。うん。ああいうのは憧れるかな。 ドレさんと組んだらね、ワドさんの持ち味を引き出してくれるよっていうかね、あのね、ドレさんはね、今ね、すごいピンチなの。なんでかっていうと、うなちゃんマンとゆいがさんが捨てたの。うん。で、唯一、だからランハゲとか今日来たの、ラッキーなのと。俺の凸出なかったのはランさんいじりをやってたからなはずなんだよ。あれは正解なの。で、ランさんのコメントがしつこくて飽きたくらいに俺に電話かけようとしたんだよ。 みバカありがとう。おはよう。そう。<laughs> 俺、メモ帳につけてた。ネタ帳。うん、全部あの、頭の中に入るようにもうあの、訓練してる。面白いことは。大丈夫、そこ、うん、面白い話は絶対忘れないように訓練したから。うん、構成も頭の中でできる。も沖縄にいる、いるっつうか、沖縄で店やってるね。 ちょっと俺あれだなあのー、あれだわ <laughs> あのー、お金払ってくるわ <laughs> みんなお疲れ <laughs> お金払うの忘れてたわ寝るわありがとうね楽しかったよ配信最高だねバイバイあうなちゃんとどれさんが絡まない理由は簡単 うなちゃんマンのレベルにまだどれさんが達してないっていう判断は、うなちゃんマン正解。うん。うなちゃんのアンチがどれを囲ってるだけの構造だから。だからどれさんが一番最も恐れてることが起きちゃったの。うん。飽きられたってやつね。お疲れい。うなちゃんマンもっとすげえから。それはどれさんも気づいてるよ。どれさんはこれからが勝負なの。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。<laughs>